こんにちは。今日は中秋節の風物詩月餅についてご紹介します。私は昔から月餅が大好きで、2015年に香港に来てから毎年月餅を購入しています。今回は香港の月餅のタイプと、私がここ3年で購入した月餅、その中のおすすめをご紹介します。周りの日本人は月餅に興味なし、または嫌いな方ばかりなので、少しマニアックな動画だと思います。月餅とは、お世話になった方に贈る贈答品の役割です。基本的に立派な箱や缶に入っていて、お値段が張るものが多く、人気のものは予約が必須となっています。香港の月餅は大きく分けると3種類、ハスの実あんにアヒルの塩漬け卵の黄身が入ったもの、カスタード、そしてその他となっております。まずはクラシカルなハスの実あんにアヒルの塩漬け卵の黄身が入ったものです。これは苦手な日本人が多い月餅です。香港の月餅では定番中の定番、マキシムの月餅です。相応とは黄身が2つ入っているということです。このタイプの月餅は黄身を家族で分け合って食べることで健康や幸せを願うものだそうです。黄身が3つ、4つ入っているものも売っています。元インターコンチネンタルホテルのレストランヤントーヒーンのハスの実あん月餅です。箱がとても立派です。こちらの月餅、あんがいい甘さで上品でとても美味しかったです。オーソドックスですがクオリティが高い一品でした。大きさも大きすぎずでも小さすぎず、2人で分けて食べるのにちょうどいいサイズでした。こちらフォーシーズンズホテルの月餅です。こちらも丁寧に作られているのがわかる月餅でした。とってもベーシックな味なので、このタイプが嫌いでなければ外さないと思います。次はローズウッドホテルのミニトラディショナル月餅です。トラディショナルでミニサイズがあるのは珍しいので買ってみました。6個入りです。うさぎのマークが可愛いです。そして味がとっても美味しくて最高でした。なので翌年は通常サイズを購入しました。パッケージも凝っています。あんがねっとりとしていて、私の好みとストライクでした。予約必須です。私は今年で遅れたので購入できませんでした。そして紙袋から可愛い、こちらはランガムホテルの三つ星レストランタンコートです。箱がプラスチック製で、今まで見た中で一番しっかりしています。そして可愛すぎました。大きなハスの実あんは4つ入り、中の箱も可愛いです。箱の内側もしっかりしていてジュエリーボックスのようでした。こちらも私の好きなねっとり感強めのタイプです。次は香港では定番化しているカスタード月餅をご紹介します。カスタードといっても日本人の想像するカスタードではありません。まずは王道ペニンシュラホテルの広東料理レストランスプリングムーンの月餅。本当に人気で、オンライン予約開始とともにサイトに接続できなくなるほどです。というのもカスタード月餅を最初に始めたのはこのペニンシュラなのです。カスタードは卵が丸ごと入っていない分、サイズが小さく食べやすいです。こちらのものはホロホロっと柔らかいのが特徴です。次はシャングリラホテルの広東料理レストランサマーパレスの月餅。予約の際に指定すればカオルンシャングリラホテルでも受け取れます。やはり小さめサイズです。内側にとろっとした部分があり、しっとり系が好みの私はこちらの方が好きです。こちらはインペリアルパティスリー、香港で報告を打ちまくっていて店舗も拡大中だったので買ってみました。リューシンは内側がとろっとしているということです。中の箱は水色の革張り風でおしゃれでした。3つが2段で計6個入っています。ミシュランでカスタード月餅を作り始めたシェフがこちらの月餅チームに参加しているそうです。モンドセレクション最高金賞受賞とのこと。流心の文字通り中がとろっとしています。美味しかったです。ハスの実あんの方でもご紹介したランガムホテルではカスタードも買いました。こちらは小さめなので6つ入り。味はアヒルの卵感がすごく強めで私は好きです。滑らかというより少し舌に残る感じです。可愛さでは負けていないのがこちら、アパレル上海タンのデザイナーがインテリアを手掛けるレストランチャイナタン。
箱の色や柄がセンス抜群です。この箱も可愛すぎて捨てられなさそうです。味はこちらもアヒルの卵感が強めのカスタードでした。私はとっても好きな味でした。8個も入っていました。コスパがいいです。こちらはペニンシュラホテルのショップ、ペニンシュラブティックの月餅。この月餅の最大のメリットはミニサイズのハスの実あんとカスタードどちらも入っていることです。なぜか2種類がどちらも入っている月餅はありそうでないんです。ミニサイズなのも嬉しいです。空港でも売っているので旅行の際も買いやすいと思います。最後はその他部門です。もはや月餅感のないものもたくさん出てきます。まずは長州式月餅で人気のソキ。こちらは外資のフードコートにあるお店、人気店とのことで平日の14時過ぎに行っても行列ができていました。味は小豆、芋、緑豆の3種類で緑豆が一番人気だそうです。温かい出来たてをその場で詰めてくれました。店先でも作っていました。味は選ぶことができ、私は3つの味をミックスしました。4つで220ドルです。外はパイ生地、中は優しい甘さのあんで、かなり大きめサイズですがペロッと食べられます。日持ちはしなさそうなので早めに食べると良さそうです。カスタードでも出てきたインペリアルパティスリー、こちらは黒ごま月餅です。2つに割ると内側から流れる黒ごまペーストが予想以上に美味しかったです。続いてはシャングリラホテルのレストランシャンパレスの4種のミニ月餅セット。カスタードにパイナップル、ジンジャーに長州式とバラエティに富んだ月餅が楽しめます。変わり種も試してみたい方にはミニサイズですしおすすめです。夫はジンジャーの月餅美味しいと言っていました。私はやっぱりトラディショナルなものの方が好みです。次はペニンシュラホテルの4種のお茶のカスタード月餅です。ペニンシュラブレックファースト、アールグレイ、鉄管のローズ紅茶の4種類です。お茶の風味が上品すぎて少し違いが分かりづらかったかもしれません。でも美味しかったです。ただ個人的にはせっかくの月餅なので中国茶の月餅がもっと欲しかったかなと思います。こちらもシャングリラホテルのお茶のカスタード月餅です。こちらはアールグレイと抹茶の2種類です。お茶の味は強すぎませんがペニンシュラよりははっきりしていると思います。アールグレーの断面です。やっぱり中国茶の月餅があると個人的にはベターですね。私が7年連続で毎年買い続けている月餅がこちら、スターバックスの月餅です。毎年内容やパッケージが結構変わるのでそれも楽しいです。2021年のパッケージはこちら。年によってはランタンになるパッケージのこともあったのですが今年はシンプルでした。味も年によって違いますが今年はカスタード、抹茶小豆、キャラメルコーヒーでした。今年のカスタードは本格的でとてもしっとりしていて結構美味しかったです。抹茶小豆は甘さ控えめで美味しい和菓子のようでした。キャラメルコーヒーは一番好きな味です。甘みはかなり抑えめでコーヒーの苦味は強めです。ちなみにトールサイズドリンクのフリークーポンももらえます。こちらはローズウッドホテルのお茶の月餅です。残念ながらデータが見つからなく詳細が分かりません。ただラプサンスーチョンという燻製香が特徴の中国茶があるのですがその月餅がとても美味しかったのを覚えています。私はラプサンスーチョンのお茶自体は苦手なのでとても上品に使われているのに驚きました。お茶の月餅の中ではこのローズウッドのものが一番好きでした。3種類あったようですが本当に覚えていなくてすみません。同じパッケージでチョコレートの月餅も買いました。月餅感はありませんが当然美味しかったです。こちらはアフタヌーンティーを提供しているカフェのものです。中にフルーツのピューレなどが入っていたと思います。詳細を忘れてしまったのが悔やまれますがとても美味しかったことだけは覚えています。変わり種月餅を試してみるきっかけになりました。月餅が苦手な方でもこれであれば楽しめるはずです。次はゴディバの月餅セットです。こちらもチョコレートのもので月餅感はありません。中秋節当日半額になっていたので思わず買ってしまいました。月餅と普通のチョコレートのセットです。こんなの月餅じゃないと思っていたのですが食べるとすごく美味しかったです。こちらは大半のアイス月餅です。2個入りのものがコンビニでも売っているようです。味はドリアンなどいろいろありますが私はカスタードとチョコレートを選びました。イメージは雪見大福のようですがやはり中身が月餅感があって面白かったです。トライしやすい商品だと思います。月餅をたくさん買った私の場合別おすすめランキング、まずは私の個人的なおすすめはこちら、ローズウッドホテルのハスノミアン月餅です。伝統的月餅が好きな私はやっぱりこれが一番おすすめです。ただ高いので絶対にハスノミアン月餅が好きな人向けです。
一般的におすすめなのはこちら、ペニンシュラホテルのミニサイズのハスノミアンとカスタード月餅です。おそらく普通の方はこれくらいで十分だと思います。この2種類がどちらも入っていて、かつミニサイズなのは一応してきます。カスタードならアヒルの卵感が少し強めですが、チャイナタウンのものがコスパが良く、見た目も可愛いのでおすすめできます。ただアヒルの卵が苦手な方はやはりペニンシュラブティックで良いかもしれません。伝統的な月餅はいらないけれど、月餅を買ってみたい方にはこちら、スターバックスの月餅です。毎年内容は変わりますが、カスタードは必ず入っています。そして月餅に興味がなくても美味しく食べられる味が揃っていると思います。価格も比較的抑えめなのも良いと思います。そして予約なしでも買えることが多いです。いかがでしたでしょうか。非常にマニアックな動画になってしまいました。月餅シーズンに香港に来られることがあれば、ぜひ何か試してみてください。